毎日何時間ぐらいやったんですかね。まあできるなら6時間6時間。おーおー、完璧。わー、結構あの滑舌バカと普通に会話してるの結構すごいですよね。マスギ人間。どうも皆さん、こんにちは、プリッツです。ということで今回はですね、スペシャルゲストのネフライトさんです。よろしくお願いします。お願いします。ゲームイズトークのネフです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。もう一人ね、スペシャルゲストがいるので紹介したいと思います。滑舌バカのアマルさんです。よいしょ。ゲーム室4つ全ボロで用意したやつだから。あれ。あ、すいません。今、ちょっと、待って、ネフライトさん、どこにいる？撮影始まっとる。いや、どこにいる？ネフライトさんおる。違う、ネフライトさんがおる、ここに。いや、ホタルの瓶の使い方を見てるから。見てる。ネフライトさんいるから、本人がいるから、ここに。え？ネフライトさん、ちょっと、喋りかけてもらっていいですか、アマルに。はい、ゲームイズとこのネフライトです。こんばんは。え？え？本物？じゃ、本物、本物いるから。動画見てる場合じゃないから。え、ガチ？ガチ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 よ、ほんよ。ガチガチガチネフライトさんよ。一緒に今日フォートナイトしようって誘ったよね、俺が。まさかのいいよって言ってくれたから今日3人で遊ぼうよ。優しい。今日ちょっと耳が疲れそうだな。ネフライトさんって本当にフォートナイトしてんしん。お、一応聞き取れてるんや。よかったよかった。いや、結構これ聞き取れないんで、初心者の方は。いや、もうバッチリバッチリ聞こえてます。ちょ、お願いがあるんですけど、いいですか。はい。あの、ちょ、これは無理かもしれないんですけど。大丈夫かな。何？変なことお願いすんなよ。これは、大丈夫、ちょっと、ケガしたに会えたら言おうと思って。はい。お、鬼のことを、ダマちゃんって呼んでもらえます？ダマちゃん？ダマちゃん、ダマちゃんって呼んでもらいたいんですよ。ダマちゃんって呼んでもらいたいらしいです。はい。ええか？OK です。いやいや、嬉しいか。ダマちゃんや。ダマちゃんではないけどな。これで公開的に動画に出てることになるやん。全部の動画に出てる気持ちになりたいんやな、ネフライトさんの。じゃあ場所、ネフライトさんお願いしていいですか。あ、じゃあどこに行きましょう。これラボやろ。うーん、え、そこ。いや、まだまだ選んでねえよ。いや、ネフライトさんツッコミうまいじゃん、どうしよう。めっちゃ早かった、今反応。もうプリッツいらねえじゃん、お前。完結しちゃってるよ、二人で。けど、すげえ。けど、滑舌にな、ありやけどな、二人ともな。やめろ、お前、殺すぞ。ああ、すいません、すいません。いや、でも、ここちょっと、怖いな。死んじゃわないように気をつけますね。思ってますか？あ、来てね。異色の二人が来てるから来てね。すげえ、マジかよ。いや、お前、マジもう根っからのネフライトさんキッズだもんな。嬉しいっすよ。動画を欠かしたことはないです。本当かよ。お母さん。いや、お母さん呼ぶな。今ネフライトさんかけましたよ。いいからいいから、後で言えよ。止まって自慢してですか。いや、まだまだ後でいいよ、お前。せっかくネフライトさんいいんだから、ネフライトさんとして、あー、ネフライトさん、ダマちゃん見つけてしまいましたよ。何すか。見つけてしまいましたよ、これ何すか。伝説のダマ、おめえじゃねえよ。はい、ダマちゃんですよ、はい。あ、ダマちゃん、ダマちゃんよ。ネフライトさん、これ。あ、ありがとうございます。あまるもこれ。あー、ダマルでいいんだっけ、名前は。きゃ、ダマちゃん、お前、お前は呼ぶな、そして。俺はダマじゃない。お前は呼ぶな、引き返すぞ、お前。やめろ。武器引き返すぞ、お前。やめろ。武器引き返すぞ、お前。やめろ。武器引き返すぞ、武器引き返すぞ、武器引き返すぞ、お前。やめろ。武器引き、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 武器引き返すぞ、お前。やめろ。早く身に忍めよ、これ、お前。あ、リフレッチさんからのやつがせっかくなら。飲みたかったけど、まあ、やで、やでやつやな、お前。うえ、まずいこれ。やめろよ、チャグスプ。あ、すごい、お前も持ってる。あ、じゃあお前これネフライトさんにさ、チャグスプやってきなよ、これ。あ、あ、うん、ネフライトさん。はい、タグが、タグを持ちました。3人でちょっと待って、手が震える。緊張できるかな、ちゃんと。うん、ちょっと待って、ここ狙ってね。はい、はい。ちょ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 、落ち着いて、落ち着いていこう。緊張する、落ち着いていこうな。マジで緊張する、目の前にいるやん。ちょっと、ネフライトさん、ネフライトさん。ここ目の前に、真下でいいから、真下で。はい、それはなんで。手元くるってなくなりました。あ、なくなった。これちょ、これ、これどうぞ。あ、いや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 、飲めないですよ。いいです、どうせネフライトさんがもらったやつ飲んでる今。あ、ネフライトさん、ちょっとこれ、あの、ねえって、これクラップトラップ、ちょっとあの、撫でてあげてもらっていいですか、せっかくなんで。あ、ごめんなさい、それはちょっと。いや、なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、いいだろ、無理なんで。触られたくないんだ、ちょっとネフライトさんでも。
バズれない。マスギ人間。ブルーアイツの後ついてこ。ついてついてきても何の生産性もないからネフラッツさんについてこ。やめろやめろ比べるな。確かにねえけど。ネフラッツさん、はい、僕あのなんてやってる時間とあのうまさが比例してるんですよ。どうやってうまくなる？秘訣？秘訣みたいなの聞きたいし。秘訣っすね秘訣。あ、はい、取れてる。毎日やることですかね。毎日やること。わかりました。やっぱり継続っすかね。継続本当に。継続は機会がいい。なるほどな。毎日何時間ぐらい行きたいですかね。まあできるなら6時間。6時間。おお完璧。なんかそのあの滑舌バカと普通に会話してるの結構すごいですよね。何時間でも、まあ、嬉しい。よく聞き取れるなっていう。これ聞き取れた人いないんですよ。まだ。嬉しい。あ、これありますよブリッツさん。ありがとうございます。おやめろおい。ねブリッツさんがくれたデカポ飲んだよ俺。あいグビグビグビ。あ美味しい。あ美味しい。もらったし別に。これさっき持ってなかったらあれだけどさっき持ったから俺の方が早いからねってさ。あ、よしよしよし。おい、触んなよお前。よしよしよし。ネフレッツさんサッカーしません？おい、やめろお前。あ、ほんとだ、これサッカーボールさ、これ下に落としてネフレッツさんサッカーできる。あ、待って、ネフレッツさんサッカー、めっちゃ飛んでた。あれあれ、消えた。お前サッカーもいたかよ。おい、敵います。敵います。敵には敏感。あ、いますよ。あ、いますね。おお、抜いちゃった。すげー、的確や。まあ今当てたん俺やけどな、たまたまや。すげえや、やっぱりフレッツさん。フレッツさんやねと思ってる。はい、いますねいますね。めっちゃだ。え、すげえ。ヘリが、ヘリが、やばい。爆発する爆発する。オッケーオッケー、渡す。すナイス。強い。おい、あまり戦っとったお前。なに？どこにいますかね？回復します。いや、一瞬で終わったよ、戦い。あ、うそ。ネフレッツさんって最高に何キリしたことあるんですか？お、聞きたい。最高は多分30ですかね。30？ 30が多分最高。殺人鬼のそれですよ。殺人鬼言うな。殺人鬼のそれだ。30人って多分アマルの、はい、チームランブルより倍ぐらい高いね。いや、間違いないですね。その際にね、30人の30人のヒストリーがあったと思うんですが、心は痛まないですか？やっぱり本当にうまくな、結構難しいので、なんていうんだろうな、立ち回り？はい。なんかこう、コツ？聞きたいっすね。立ち回りコツは、冷静。冷静ぐらいですね。冷静か。冷静。焦ってるほどなんかおかしくなっちゃうんで、動きが。はい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 。もう冷静でいけばもう完璧。冷静か。冷静じゃねえよお前。冷静だよバカが。わかんないからさ俺。聞き取るの難しい。耳も顔悪いってお前どうすんだよ。顔もいじんだ。こいつ耳も顔悪いってよリフレッシャー。やめろよ。まあ、なんか質問ある他に。他やっぱり、そのもともとやっぱこのキーキーエス、これキーキーエスのシューティングゲームはもともと好きやったんかっていうのは。ああ、シューティングゲーム好きですよ。あ、キーキーレース。キーキーレースってなんですかね。キーキーレースが好きっていうのは。キープレッシュ！あ、敵？うん、いいよ。一発俺からしたらお前が敵だ！やめろやめろよお前。ネフライツさんのカバーしろよ。はい。カバーいらんけど。とりあえず私は知らないことを優先した方がいいですね。そうだね。あー、ごめんなさい。かぶっちゃった。おる。サメ2枚います。サメいって。サメの情報はいらん。このサメボットか。痛い痛い痛い。サメが。やばい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 。でしょ。このサメボットか。つえ。ボットだよ。やばい。強いこれ敵。大丈夫ですか。助け、行きましょう。あいつ雑魚なんで行きましょう。雑魚言うなお前が。カバーしましょう。あ、めっちゃローめっちゃロー。オッケー。ほんとお前はいつもシェアシェアさせるよな。ほんとですか。持っていかないです。基本的になんか敵と戦ったら減るのが先にシールなんで。あー、確かにそうか。基本的にシールしか持っていかないですね自分は。なるほど。なんでほんまに真剣に聞いてんだよお前。いや、ネフラッチャーになりたいねん俺。
ネフライクさんなれねえよ。お前が一生、ね、お前がな、一生頑張ってもネフライクさんにはなれねえよ。こういうな、下手な子たちに勇気を与えたいねん。お前さ、最後の一人だからさ、せっかくだからお前、ネフライクさんの前でさ、かっこいいとこ見せてきなよ。あと一人だから、いいですか、1対1で頑張っておいで。うん。わかりました。見といてあげるから、俺らが。ネフライクさん、僕の勇姿を見といてくれました。これ、これ、買っていいですよ。おー、これ、ネフライクさんからの、じきじきの武器よ、お前。すごいよ。母さん、ネフライクさんがぶっくれた。資材は、何です、うん、渡す、渡す、渡す。え、こんな嬉しい。これ、こう、晴れ舞台じゃないですか。そうだよ。待って、来てる、来てる。上取りに来てるわ、こいつ。いけるいける、頑張れ、頑張れ。いけいけいけ、頑張れ。頑張れ。声出せ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 静かにやられてったな。あーだーだー、蘇生蘇生蘇生行こう、蘇生気付けとくんで。泣くな泣くな、蘇生してくれてるから。これこれフロッパーね、回復したら使ってね。憧れるけどな。もう一回チャンスくれてんだからね、ネフライチさんが。ネフライチさん、ごめんなさい、潔癖症で触らないでもらっていい？ごめんなさい。頑張れ。どこにいますって、行きましょう。頑張れ。おー、結果かい。やったー、結果かい。笑いすぎる。ちなみにこれ初ビクロです、スクワット。おい、スクワットで初めてビクロやって、ネフライチさん。今日はお寿司や。